入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの江戸です。こんにちは。さあ本日の質問ですが、はい、影山のセンター整形だけで、カンカン同率の政治経済は突破できますかと。また理解が大事と言われる整形では一問一答などの用語暗記に特化した参考書は不要ですかというふうな質問ですね。いや、これいい質問だと思います。多分自分で勉強してきた中でちょっと情報量足りへんのちゃうかなみたいなのを思ったからの質問ですよね。これ勉強してるからこその、ね、鋭い、非常にいい質問だなというふうに思うんですけど、まあ、政治経済のね、影山先生の、 あの政治経済の参考書は大学受験 N シリーズ の、 センター整形の簡単な本と、面白いほど分かるとかなり深いところまで書いた、本と、2種類あるんですけど、カンカン同率の中で漢学は政治経済使えないんで、漢大と同社立命の中で話をすると、センター整形まででセンター整形だけでいけるなというふうに感じているのは関西大学の政治経済です、2017現在、で、同志社と立命はセンター整形 N シリーズの方だけではちょっとシビアだなというふうに思うので、面白いほど分かるを使った方がいいかなというふうに思います。で、一問一答についてです。僕は賛成ではありません。つまり不要派です。一問一答不要派です。やっぱり今までそのマナビズムでも整形で偏差値80超えるようなあの子たちをたくさん輩出してきたけど、その子たちがやってるのってその整形の参考書に用語集を足して、用語集一元化させてその参考書完璧にした、もうそれだけなんですよ。ほんまそれだけで、用語集はいるでしょうね。清水松陰の用語集は山川よりも整形は清水松陰の方がいいんで、清水松陰の用語集を使うのがいいかなというふうに思うんですけど、一問一答形式のものが日本史世界史も一問一答で、得するところもあれば別に得せへんところもあるやんか、それが顕著ですよね。政治経済は得しないところがすごく顕著すぎるんで、必要ないなというふうに思います。なんで参考書を完璧にする、その時に分からない用語が出てきたら、Google なり、清水松陰の用語集で調べて、調べたものはその自分が参考書で調べても分からなかった同じ箇所のところに一元化していく。でそれで参考書をボリュームアップしていって、その参考書をひたすら回して完璧にしていくというような、形ですね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね、はい、そうですね。ただ一問一答を やった方がいいというか、ちょっとかましさんとなんていうんですかね、語句と説明を一気に処理できない人もいると思うんですよ、という、論で、構想になりましたよね。なりましたね。あった方が柔軟に対応できる派っすよね。そうですね、僕はどっちかというとそういう派ですね。ただこれも難しいのは、僕経済の方の一問一答の使いにくさ半端やないと思ってるんですよ。分野的に、はい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 、こう経済なんかこんな語句覚えとったかってみたいなとこあるじゃないですか、一問一答でも。一問一答っていう参考書作ろうってなったから無理やり一問一答したみたいなとこあんもんな。政治のところはちょっとみんなこう結構単純暗記のところも多いじゃないですか、そこの部分で憲法覚えるとかっていうところをちょっと一問一答の方が覚えやすいなってなる子も絶対いける。その子は一気に説明も見て語句も覚えてっていうのがちょっとしんどいなって思ってる子は、ちょっと間に挟んであげるだけで語句に特化して、さっき語句、その後にその語句に対しての説明みたいな、表現の自由っていう語句を覚えた、じゃあ表現の自由って何なんかなみたいなところを説明で読んでいくみたいなかまし方は、人によっては僕支持するだろうなっていうふうのは感じますかね。一問一答ってね、すごいインパクト強いんですよ。これ一つ覚えたら最強やんっていうふうに思うねんな。生徒がだから一問一答勝ったら頑張ってそれ覚えようとするわけよ、単語帳のように。ただそれ覚え終わった後に問題解いたら何もできてるようになってへんやんっていうふうな壁に直面することがあるんですよね。それは整形が一番強いんですよ、やっぱり。そこを、どうしてもできひん子に一問一答をと
そういう考えれない子に一問一答と言うねんけど、正味その事象起こるんやったら政治経済選んでるのミスってるっていう確かにジレンマに苛まれるんですけど、うん、そこ考えれない思考力がないだったらやっぱりちょっと政権は選んじゃダメかなって、一番楽ではある、うん、思考力があるんだったら楽ではある、うん、楽ではあるけどないんだったら選んじゃいけないというような、うんもんですね、ですね。仮に一問一答終わってじゃあっていう風になった時にまたそこでもつまずくんだったら時期遅れるじゃないですか、変えるという決断も、うんうん、だからそもそも論ですよね。そもそもそうなってくると誕生暗記逆にできるんやったら日本史世界史の方が向いてるという風な結論にはなりますかね。はい、それではこの動画はここまでとさせてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。